くとか、まあ、そうでなくても普通に暮らすために老後を楽しむためにも必要ですね。ネットで、まあ、稼いだ場合、税金がどうなるんですかっていうのを聞かれてます。ネットで稼いだ場合の税金、納税。海外でネットで稼いだ場合はどうですかとかですね。確定申告ネットで稼いだ場合ってなんですけども、まず確定申告については、一応ですね、日本のルールだと年20万円以上ですね、副業でもネットで稼いだ場合っていうのは確定申告が必要になりますと。海外でですね、ネットで稼いだ分っていうのは、まあ、居住者っていう形で、まあ、いろいろこれまた細かいルールあるんですけども、日本にですね、150日未満以下ですかね、いる人、それで住民票を抜いている状態ですね、海外転出届っていうのを出すんですけども、その状態の場合は、まあ、日本に納める必要がないと。住民税とかですね。所得税もそうなりますかね。で、この辺ですね、またルールを細かく、LINE でも聞いてもらえればいいかなと思うんですけども、まあ